代あとだわ下げる、あれ入れるんだもん、ね、一番上にこの間にこれをこの後ろにちょっと置いて何遊んでんすか手前にこれでいや、やることないから前代上から取ろうと思ったんですけど、あれ、あの雰囲気だと、ね、仕事しなさい仕事、いや、それも仕事なんですよ本当本当本当左前です、左前左だけで真っ直ぐ前です、真っ直ぐすぐ前から細かで定食そのためにあれ置いてくれてたの何ようやく巨匠の気がするんだけどああこうかあそういうことか気が今気がするあえておまけのようにあえてこの M を選ぶ魅力とはすげえ全部ゆるキャラ見たくなってる、うん、という M の衝撃じゃワインの悲劇みたいな感じであそういうあれなんですよねちょっと2に乗ってきますとりあえずじゃあ企画の説明を受けてください、はい、事務局で了解です事務局お願いします、はい、事務局受付受付M の衝撃あえてこの M を選ぶ魅力とは、まあ、謎だからそれとこれ別で僕の好みは当然京屋さんですよでしょうね、はいうん、本当飲み飲み行かないとね棒読みやめて棒読みほらで行こうチームですねはいそうです今日は UX300E の電気自動車とベゼルのロケですあこれすなんか今日楽しそうじゃないですかルボランすごいでしょねえなんかめっちゃ乗りたい車いっぱいあるんですけどその代わり、ね、全部乗らないと帰れませんからねそっかすごいハードな一日ですねそうなんですちょっとレポート楽しみにしてますよありがとうございます、ね、頑張ってくださいはい五郎さん、先週ありがとうございました。いやいやいや、なんか思ったより人来ててよかったね。本当ですね。例年の半分、六割ぐらいでした。6割ぐらいか。よかったよかった。
ございます。ありがとうございます。今日は全部乗らないと帰れません。何台あるんだろう。いっぱい。6台もっともっと。7台か。覚えきれるでしょうか。早朝からお付き合いいただいている慎太郎先輩はもう一通り乗っていただきましたでしょうか。まだあのジープに乗ってない。ああ、最後に取っとかないと。救急さんと救急力もないね。ああ、そうだ。アルピーノも来ちゃったから。あとあのなんかブンブンうるさい S2000 も6台ぐらいいましたからね。カラスの絵さん来ました。見えないところもおしゃれしてほしいわよね。高いんだからって感じなんだよね。だいだい色の方がまだボンネット開けてありがたみがあるかな。あんな撮り方してんのかよってバレちゃうじゃないですか、ダサいのが。あんま言えないよね。すごい雰囲気です。雰囲気なのね。いやーすごいなこれ。いやちょっと走ってきただけでもう顔面虫だらけですね。超曲がりたがりです。いやー本当に。すごい曲がるよ。やばいなどっかで痛い目に遭う。どっかで痛い目に遭いそうな感じがします。